これはなんだ？お、熱湯通信電出た。また意外なのが出ましたね。しかもこれスーパーゲームボーイの画面になってますね。これスーパーゲームボーイ対応のゲームでしたもんね、これね。まああれですよ、一時期 3D 格闘で流行った等身電のゲームボーイ版ですね。はい。これもそんなにやってないんですよね、僕ね。オプションは？まあ時間を無限にした方がいいな。はい。これはあれですよね。ラウンドのことだと、ね。1ラウンドでいいや。1回負けたら終わりですからね。これはね、あんまりやってないですからね。これ宝のね、ゲームですよね。じゃあ。僕結構好きなキャラがいたと思うんですけど、どれだったっけな、これやったっけ、あ、エリスですね。これ使いますね。はい。この敵ですね。デューク。まあね、プレステ版の等身大も持ってるんですけど、何かつまんないんだもん。恋する乙女なのに誰も遊んでくれないんだもん。それにお父さんもどこにいるかわからないし。どうしていいかわからないんだもん。喋り方可愛らしいね。そんなエリスのもとに、一通の招待状が届いた。ここに行けばお父さんがいるかもしれないし、誰か面白い人が遊んでくれるかもしれないし、また行ってみるんだもん。大深いへレッツゴー。招待状はエリスを、等身大、ぶ、部会、ぶ、部会、ぶ、ん？か、彼女の目には父親と通信武道会の会場しか映ってなかった。はい。これでまあ始まるんでしょうね。全然でもね、操作を覚えてないですよ。適当にやるしかないな、これ。これちなみにね、説明書見たりするのもね、ルール違反になるんで見れないですから、もう自分の勘でやるしかないですね。もう完全にこれ 3D 格闘やったけども、あれですよね。完全にもう 2D 格闘に近い感覚ですね、これね。プレイ感覚は。うわ、なんか地味ですね。おお、なんか出たぞ、今。昇竜拳みたいな。まあ、昇竜拳コマンドで出ますね、これ。あ、勝ちました。まあね、熱湯シリーズってこんな感じですからね。あ、そうか、1ラウンドやからね。あなた、恋に悩んでいるでしょう。そんな時にはエリスの恋占いで解決ね。ああ、なるほどね。こいつ占い師なんや。二人目。カインっていうのかな？どれが主人公かわからんね、これね。うわ、飛ぶ道具使ってきた。こっちは飛ぶ道具持ってないのかな？持ってないっぽいな。出ないもん。おお、なんか超必殺技みたいななんか使ってきたぞ、向こう。うわ、強い。ちょっとやばいぞ、これ。やられてる。お、リングアウトで勝った。リングアウトあるんですね、やっぱりね。場外アウトというかね。かっこいいけど、見せかけだけなの？そっか、私が強いんだねか。等身電自体めっちゃあるの久しぶりですね。問答。
モンドーってああなんか侍っぽいね。もうねこの唯一のねこの昇竜拳的な技をに頼るしかないですね。うん、おおなんか使ってきた。超必殺技っぽいな。よしジョーが落としちゃった。これ端っこでダメージ与えると場外になるってことですね。だから端っこにいない方がいいってことでしょうね。っていうことはもう場外狙えばもう余裕で勝てるってことやこれ。キャハハハ変な服お父さんにはまだ会えないけど面白いものを見れてよかった。これ右のやつか左のやつかどっちかが主人公でしょうね。あ、多分右のやつが主人公やな。あ、こいつが主人公ですね。エイジか。うん。多分こいつが主人公だと思うんですよね。キャラクターセレクトで一番最初の左上にいるから多分、それっぽいわ。おお、なんかあれですね。ワールドヒーローズのなんか、感情になんか似てますね。おお、やばい端っこにまで行きます。今めっちゃ減ったな。超必殺技的なことをやってきたか。いけそうな感じ。もうなんかやってきた。うわやばい。うわ互角ぐらいやなこれ。うわやばい。互角。ほぼ互角。ほぼ互角や。やっぱさすが主人公だけあって強いな。うわうわ危ね。うわ場外かと思った一瞬俺。あでもやられるもうちょっとで。やばいやばい。あー終わった。今のはガードしててもダメやったな。さすが主人公やな。やられました。はい。じゃあこれで終わりですね。はい。もう目をつぶって目を伏せてね、こうやって、ルーレット的に選んで、で押したやつが出たらそのゲームをやるという。あ、これ前も出たな。これ前も出ましたよ。こんな被ることあるかな。200本も入ってんのに。ちょっと待ってよ。リセット、リセット。こんな被ることあるかな ?200 本もゲーム入ってんのにな。また同じゲーム出ましたね。ちょっとじゃあ難しいのでやるか。ちょっとね、難易度高くしてやりましょう。かといってもな、まあ、ハード、まあ、一回ハードでやってみましょうか。セット1セットね。ライフ、ああ、こんなにあるわけや。ライフ216ってどういうことやろな。まあ、前はね、女性キャラクター使ったんですよね。今回この主人公を使ってみましょう。あ、これ前僕が使ったキャラですね。敵が。これいいわ、もう飛ばしましょう。会話はいいですよ、もう。またこれが出ると思わなかったな。回転切りか。なんかワールドヒーローズの半蔵に似てますね。ハードでも結構立ち打ちできるもんですね。ヒットポイントを多くすると減りがないとか、ヒットポイントの。
ああ、やばいやばい。ああ、場外に落ちるかと思った。あ、ひよってる。あ、勝った。場外ですね、これ。リングアウト。はい、次のね。格闘ごっこならよそでやってくれ。こっちは遊びに付き合ってるほど暇じゃないんでね。まあ、そらそうだな。これあれですね、スーパーゲームボーイのね、画面になってますよね、これね。これ、蹴り技なんかないのかな、蹴り技は。ないか。よし、場外。はい、場外じゃなかったか。うわ、めっちゃ減った。あ、落としちゃった。オッケー。勝ちましたね。これね、プレイステーションのね、等身伝をね、こうゲームボーイにしでね、ディフォルメにしたっていうゲームですよね、これね。弱くなったな、修行もせずに遊び回ってたんじゃねえのか。はい。デューク。隅っこにいるときにや、こうやるとリングアウトでいけんちゃうのこれ。あ!なんかやってきた。うお。よし、オッケー。余裕でしたね。これでハードなんやね。全然余裕やん。前より強くなったようだな。しかし、少し怪しくなったような気がするで。気がするぜ。怪しくなったようなんてどういうことや。ソフィア。いましたね、ソフィアってね。女性キャラですね。よし、オッケー。一気にね、決めました。結構余裕ですね、これね。もう4人抜きですからね。一丁上がり。お前のビンタなんてあいつのビンタに比べたらへでもね、あいつって誰のことや。あ、じいさんがでした。フォーっていうのかな。
おお、なんか気候班みたいなでかいの出してみたぞ今。やるな。おお、強い、なかなか。おお、やばい、やばい。あー、やばい、やばい。ガードされてたな、今。おお、倒した。結構強かったですね。じいさん、いい加減そんなもの振り回すのはやめるんだな。でないとぎっくり腰になるぜ。すげえな、めっちゃ勝ってるな。ランゴー、ランゴーね。うわ、なんか合力なやつやな。合力系のなんかね、コックとかありそうですね、なんかね。あれですよね、ギルティギアで言うとポチョムキンみたいなもんかな。うわ、やばい、やばい。やられる。うわ、強い。ちょっと待って、やばい。強いぞ、こいつ。よしよし、落としちゃった。でかい割に手応えねえな。パワーだけじゃ勝てねえぜ。頭使えよ。なるほどね。もう、あと一体や。こんなに勝てると思わなかったぞ、俺。問答。問答ね。これ、同キャラもいるのかな？おお、強いな、こいつ、なかなか。あ、落とした。一発で落としちゃった。クリアですね。9連勝というか、8連勝かな。7連勝。これでラスボスってことか。それとも同キャラか。なかなかいい武器じゃねえか。だが俺の、白虎の太刀は最強だぜ。で、次は誰だ？やっぱ同キャラなんや。これ倒すとラスボスってことかな。多分ね。まあ、ここまで来たら、行きたいですよね。まあ、多分めっちゃ強いだろうな。ハードでまさかこんなに進むと思わなかったな、俺。白い方が僕ですからね、もちろんね。やるな。うわ、なんか変なコンボみたいなの使ってきたことできるんだ。おお、やばい。
おし、おった。クリアした。倒しましたね。リングアウト。はい。これでラスボスかな？プレッシャー？偽物相手にそんなもの感じるわけないじゃん。あ、こいつか。ガイア。ちょっと一応ここまでせっかく来たからセーブしておきましょう。ね。そうすればね、ここまでね、来たわけですから。これ多分ラスボスでしょうね。おお。おお、強いな、やっぱさすがにラスボスだけあって。おお、やるな。あー、やばい。めっちゃ連打してくるな、俺。でも、ヒットポイント勝ってるよ。よいしょ、ええ感じ。よし、倒した。クリアしましたね。一気で。一気というか、まあ、ワンラウンドでね。クリアしました。まさかハードモードをクリアすると思ってなかったな。その鎧は自分でデザインしたのか。すっげえな、俺にくれよ。くれよか。これで多分終わりですよね。あ、まだいるんや。何これ。ウラヌス？これがラスボスかな？もしかしたら、真の。こいつが多分ラスボスっぽいな。じゃあ、ここで最後しよう。こいつが多分最後ですね、じゃあ。おお、強い。空飛べんのか、こいつ。やるな。あー、やばい。あー、危ねえ。うおー、めっちゃ入った。やばい、やばい。あ、惜しい。惜しいな。負けましたね。はい。クリアできませんでしたけど、まあ、ラスボスと思われるところまでね、進めましたね。はい。じゃあ、これで、次、これ終わりますね。はい。次のゲームいきますね。惜しかったですね。